Welcome everybody, welcome to Family Time. 今日はフックにパワーをつける方法を皆さんに見せたいと思います。サンドバッグが必要です。グローブが必要です。以上です。 First step、 膝を曲げます。体重を両足に乗せます。 Step number two、 T-Rex って知ってますか？ The dinosaur、 恐竜、何と知ってる？ T-Rex でしょ。自分が T-Rex の腕 を持ってる意識でこのサンドバッグを殴ります。 So like this、 体にくっつけます。ここから T-Rex を腕にします。バン。この状態で腕をなるべく伸ばさないで、自分の体重、腰を使ってサンドバッグをくっつけます。殴るよりもこれぶつけるという意識でやればいいと思います、うん、ちょっとやってみますね、うん、一発一発ずつやります。シャッ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 。もちろん本当に出すボディフックは違いますね、うん、もっと返しが早い、あと打った後ガードしたいんですけども、これはこれを使う腰を使う練習なので、最初は本当にゆっくりやってください。ゆっくりやる方がいいと思います。よくある間違いは手が先に出てそれから腰が回る間違いです、うん、それはこういうことですね。早く出そうとすると手が先に行っちゃいます。これはここから体重で打ちたいです、うん、それが慣れたらいろいろバリエーションがあります。多分もうやってたんですけど、このサンドバッグを振らしながらやるのが本当に正しいフォームでやってるのかやってないのかが分かります。シャッ右シャッ左シャッ右シャッ左、あとは右左バンバンダ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 ンでもできます、うん、シャッ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 、ダブルスピードできます、うん、シャッシャッ、ダブルワンサイドできます、うん、シャッ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 。慣れてくるともちろん打ってない方のガードを上げながら、うん、集中しながらできるようになると思います。もう十分パワー入れて腰を使えるようになったと思ったら、ストレートパンチを混ぜてやったらいいと思います、うん、パッ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 シャッ。最初ゆっくりでいいです、うん、パッパッパッシャ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 ッっていう感じです。ハッパンで楽しくやって、いろいろ楽しんでみてください、うん、これは実際スパーリングや試合に使うテクニックじゃないです。パワーをつける腰を回す練習です。フックにパワーをつける秘密は、腰を回してフックを出す秘密です。秘密じゃないです、みんな知ってます。でも難しいです、練習の仕方がわからないんです。このドリルを使ってフックのパワーを上げることができます。このドリルはプロボクサーマイキー・ガルシアがサンドバッグを使ってやってるのを見て僕が真似したものです。今日の動画はここまでです。それいいねボタン、それをスマッシュしてください。登録ボタン、それもスマッシュしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さん練習頑張ってください。 See you again soon. バイバイ。世界で一つしかない One in the world. 英会話プラスキックボクシング、Woo! 略してスーパー英会話フィットネスファミリータイムキックボクシングパーソナルトレーニング。とりあえず予約しないと、あなたは一体何をしているんですか？ What the hell are you doing? あなたにもっと元気な生活を。詳しくは youtube.com/familytimeft